稲津とむは、愛知県本郡水戸町出身のプロ野球選手。1953年から1956年の登録名は、稲津とむ。豊川高校では一塁種、投手を兼ねる。高校同期には後に、プロで同僚となる外野手の足木敏郎を、東映フライヤーズで投手として活躍、その後セントラルリーグ審判員を務めた、久保田治がいる。 1952年夏の甲子園県予選で準決勝に進むが、豊橋自主観光に敗退、甲子園には出場できなかった。1953年に屋敷と共に名古屋ドラゴンズに入団。1年目から1軍で起用され、8月には先発陣に加わるが、同年は1勝にとどまる。1955年は4月に初完封を果たし5勝を記録するが、 後半は失速した。1957年には登録名を稲築から稲築に変更し当格を表す。同年は12勝を挙げオールスターにも出場した。1959年にはチーム最多の57試合に登板し16勝14敗、防御率2.53を挙げる活躍を見せる。しかし1960年には序盤で故障し、登板機会が減少。 同年オフに、稲津富、横地吉松西尾事故、星山進徳の2対2のトレードで阪神タイガースに移籍。1961年は4月から先発として起用され4勝を記録。その後も先発や中継ぎとして活躍するが、1963年オフに引退。引退後は、豊橋市内でうどん屋を経営し、共に中日の後輩である。 ゴ藤ドウや星野千一も稲の店をたびたび訪れていた。1984年に49歳で死去。今ン星野とも稲の不法を聞き、もう稲さんの魂がこもったうどんが食べられなくなると思うと寂しいと個人を偲んだ。ありがとうございます。